こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、半休を取って便利おじさんと一緒に病み上がりツーリングをやっております。まあ、体調の方がね、2人とも万全ではないので、まあ、今回は近くの山を走っている感じになります。まあ、そんなわけでね、これから山の中にどんどん入っていくわけなんですが、まあ、左側見てもらうと分かる通り、もうすでに雪があるんですよね。ここからね、どんどん奥に入っていくと交通量もなくなってくるんで、まあ、どうなっているのかっていうのが非常に不安ですね。こういった日陰のコーナーっていうのが本当に怖いんですよね。まあ、ただ路面は濡れていないので、まあ、今のところは大丈夫ですね。まあ、油断しないように、ね、走っていきます。こういう路面状況がどっちか分かんなくて怖いんですよね。まあ、今のところ気温は高いので凍結はしてないと思うんですが、まあ、ここから先ね、さらに雪が増えてきた時どうなってるのかっていうのは分かんないですね。さあ、ここから道が細くなっていきます。ここからですよね、交通量が減ってくるのは。ただなんでこんなに雪がないのかな。まあ、一応この道の奥にまだお店があるんで、そこまでは大丈夫かもしれませんね。そうみたいですね。意外とこういった日陰でもしっかり雪が置いてるんで、まあ、お店があるところまでは安心して走れるかもしれません。まあ、ただ道はね、どんどん細くなっていくんで、まあ、その辺りは要注意ですね。まあ、やっぱりそうですね、全然普通に雪が置いてるんですが、あ、けど確実に増えてますね。けどこっから先はだいぶ杉とかね、そういった木が生えてるんで、ひょっとしたら道には雪がないかもしれませんね。まあ、やっぱり予想通り道までは雪がそんなにないという感じですね。まあ、しっかりとね、木が遮ってくれてるのかもしれませんね。いや、非常に走りやすい。まあ、ただこの落ち葉というのかな、それは雪よりも怖い感じに滑りますね。なので乗り上げないように注意していきます。まあ、こういう風に木がなくなってくるとやっぱり路面が多少濡れていたりするんで、まあ、けど凍結する気温じゃないから、まあ、なんだかんだ普通に走れてますね。さあ、この辺りから道の険しさが増していくということで、まあ、道幅も狭くなって、まあ、こういう風にね、すぐそばに落ち葉がたくさんあって、いやー危ないですね。なのでペースダウンしながら走っていきます。そしてこの道意外と車が通るんですよね。なのでもしね、ここを走りたいと思った方がいたら、十分ね、対向車には注意して走ってください。まあ、コーナーとかね、非常に見通しが悪くなってるんですが、結構ね、車通りますんでご注意ください。あ、こういう風に木が切られたんだ。あ、これだと走りやすいですね。今まで木が結構うっそうとしてたんで対向車が分かんなかったんですけど、いや、非常にこういうエリアがね、あるとありがたいですね。あとはところどころ道が綺麗になっていたりするんで、ここって意外と整備されるんですね。まあ、確かに考えてみると車もね、意外と通るし、登山客が多いからか、まあ、利用者が多いんでしょうね。いや、非常にありがたいですね。さあ、そしてなんか、おお、でっかい雪玉がある。こんなとこまで来て作る人がいるのか。いや、不思議ですね。そしてまたここから道が狭くなると。なんかここの道久しぶりに走るからか、いや、こんなに険しくってね、長かったのかなっていうのをなんか忘れてましたね。思っていた以上に疲れてます。いやー、けどそれもあれかな、体調が万全じゃないからっていうのもあるかもしれませんね。こうなってくると通勤以外でバイクに乗る回数っていうのを増やして体力を戻さないといけませんね。あ、そして来たか。ここが一番険しいんですよね。なんか道を走ってる感じしないですよね。結構土とかね、あと落ち葉とかそういうのが堆積してるんで、舗装されてるのに舗装路を走ってる気分がしないという。いやー、結構汚れますね。さすがに後ろを走ってる便利おじさんもこの道は大変そうですね。舗装路なのにこんなんですからね。まあ、けどこういう道も車が普通に走ってくるんだから、いやー、すごいですよね、皆さんね。さあ、これで一番険しい部分も抜けて、けどこんな細さですからね。いやー、まだまだ油断できませんね。とりあえずもうちょっとなんで頑張っていきます。いや、かなり奥まで入ってきたせいか、すっごい寒い。キンキンに冷えてますね。こうなってくると路面も危ないだろうな。どっちだこれ。あ、軽く凍ってましたね。いや、いよいよ凍結路面来ましたね。こうなってくると林道三橋線入ったら絶対雪あるんでしょうね。なんか2年ぐらい前に走った時もなんかね、
トンネル出たら雪景色だったんで、まあ、今回それよりもやばそうですよね。この手前の段階で雪があるんで、これは下手したら途中で U ターンかもしれませんね。まあ、とりあえずこのまま走ってみて、無理だと思ったらおとなしく U ターンしましょうかね。ここからが林道っすね。なかなかデンジャラスでしたね。結構今回気合入ってますよね。筋で滑るし、結構鋭利な位置が落ちてるし、ね、まあ慎重に行きましょう。はい。さあ、それではいよいよここから林道突入ということで、いや道幅が広いはずなのに左右に落ち葉が堆積していて走れる場所が少ない。これが林道三強戦ですよ。そして多数ある落石、いやハードですね。しっかりとね路面状況を確認しながら走んないと危ないですね。まあこんなところでパンクしたらあれなので、まあとにかくねミスなく走っていきます。そしてなんだあれは、あ結構派手に木倒れてますね。これは車はそうですよね、通んないですよね。まあそうなるとこっから先はどうなってるのか未知数ですね。まあけどこういう風に先の状況がわからないドキドキ感とか、いや久しぶりに味わってますね。知ってる道でもやっぱりねこういったシチュエーションだと楽しさっていうのが湧いてきますよね。お、もう出てきたか。トンネルまでまだだいぶ距離あるんですが、早速この凍結路、まあただねバイクを倒さずにまっすぐ乗っけていけば問題なしですね。いやけどすごいな、ここの段階であのレベル。そうなってくるとこの先も、まあ、何箇所か凍結してるだろうな。もう本当に10年ぐらい前なんですけど自転車でここ走ったことがあって、その時と同じぐらいな凍結路の速さですね。あ、やっぱありますね、結構多いぞ。ここでこんだけあるんだから、いやーこれは U ターンするかもしれないな。まあとりあえずね入れるところまではどんどん走っていきます。とりあえずここは OK ですね。まあ、なんだかんだ全面凍結ではないのでうまく凍結してないところを走れば大丈夫そうですが、まあ、こっから先は、まあ、まずそうだな。いけるかな、橋を走ればいけるか。あ、けどやばいぞ、この先はちょっとワープしましょうかね。はい、ということでまあなんとかね端っこを走りながら、無事突破しました。いやけど本当にヒヤッとしましたね。さあそして例のトンネル来ましたね、第3トンネル。ここがあの時の、これ中に前回氷がありましたよね。ああ、そうですか。だからあんまり橋を走っちゃうと湧き水かなんかの氷の塊にぶつかるかと思うんで、あと出口が凍ってる可能性大なんで、これがこうですからね、ゆっくり行きましょう。さあそれでは覚悟を決めて第3トンネル入っていきます。まあここのねトンネルの中っていうところに、まあ、でっかい氷があったりするんで、そこだけは本当に要注意です。でこの先なんですが、まあもうね手前で凍ってたんで絶対凍ってますよね。さあどうかな。多分カメラじゃわかんないけど肉眼ではもうわかりますね、完全に凍ってます。いや来たな、2年ぶり、予想通りだけどどうしようかな。まあ2年前と同じっすかね。ビンゴでしたね、分かってたけど。じゃあ記念写真撮っておりますか。これが林道三強戦ですよ。この時期に来るとこんな感じ、ひどいな。やっぱ凍ってるところだとなんかね全然ブレーキも効かないし、まあ、つるつる落っこってっちゃうんで、まあ、雪の上をね走れば、まあ、どうにか下れそうな感じですかね。いやーびっくりした。さあそれでは凍ってる方にまで行かないように雪の上を走っていきます。雪の上なら問題なしですね。一応自分が履いてるタイヤ今ティムソンのねタイヤなんですけど、まあこういう路面だとどのタイヤでも同じですかね。まあとりあえず問題なく走れております。
まあ前方にベンリーおじさんいますが、ベンリーも普通に降りてるんで、まあこういったところでね、まあ軽量な車両っていうところのメリットが最大に出てるかと思います。さあこれで無事に雪のエリアも突破できたので、じゃあ今回はこの辺までですかね。まあどうせこの後も凍結路面結構出てくると思うんで、まあ引き続きね気をつけて走っていきます。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。